ヘイスティ、ヘイスティは、イギリス海軍の駆逐艦。HQ、スコットランド、ダンバートンのウィリアム・デニーブラザーズ社で1935年4月15日に、寄港、1936年5月5日に浸水し、1936年11月11日に、竣工した。兵装などの政府が供給するものを除いた。 建造費用は248,611ポンドであった。収益後、地中海艦隊の第二駆逐軍に配属。1939年6月から7月にかけ、デボンポート交渉で修理が行われ、それから、また地中海に戻った。9月の第二次世界大戦勃発後すぐ、イスティは、ポートサイドジブラルタル艦で、戦護衛を行った。10月、 ヘースティは軽部隊と共に、ドイツ通称破壊艦想策に当たるためフリタウニへ移った。ヘースティと同警艦のハーディ、ヘレワード、ホスタイルは12月17日に、巡洋戦艦、デナウン、クーボ、アークロイヤル、軽巡洋艦、ネプチューンと合流。それらの艦艇は、リオデジャネイロで給油後、ラプラタ沖海戦後に、モンテビデオに入港したドイツ総交艦。 アドミラルグラーフシュペイが脱出を見た場合に備えて、ラプラタ川川口へと向かった。1940年1月に、ヘースティは修理のため、イギリスへ戻るよう命じられ、その途中の2月12日に、北、大西洋で、ドイツの封鎖突破船、モレアだホした。3月に修理が完了すると、ヘースティは、本国艦隊に配属された。3月19、20日。 ヘイスティと駆逐艦、ビビアンは、北海で、スウェーデン商船と衝突した駆逐艦、ジャービスを入荷するアポンタインまで護衛した。交天によるダメージのため、ヘイスティは、ノルウェーの戦いの初期段階には参加できなかったが、ノルウェーのドイツ目標を攻撃する空母、グローリアスとアークロイヤルを4月22日から護衛した。ヘイスティは4月27日に、給油のためスカパフローに戻った。 グローリアを護衛し、5月初めには、ナムソスからイギリスとフランスの兵員を撤収させる、戦団を護衛した。第2駆逐軍は5月16日に、地中海へと向かった。6月20日から21日にかけての夜に、バルディア砲撃を行う戦艦、ロレーヌ、巡洋艦3隻を護衛した。7月9日、カラブリア沖海戦に参加する。1940年7月19日、 スパダミサキオ海戦に参加。7月18日、クレタ島の北で対戦争闘を行うため、駆逐艦、ハイペリオン、アイレクス、ヒーロー、ヘイスティはアレクサンドリアから出撃し、その援護などのために、軽巡洋艦、シドニーと駆逐艦、ハボックもアレクサンドリアから出撃した。7月19日に、ヘイスティなどは、イタリア軽巡洋艦、ジョバンニデレバンデネーレ。 バルトロメオ・コレオーニと遭遇し交戦。シドニーとハボックも合流し、被弾したバルトロメオ・コレオーニは航行不能となり、ハイペリオンとアイレクスの雷撃で沈没した。シドニー、ヘイスティ、ヒーローはバルトロメオ・コレオーニを追跡したが、距離が開いたことなどから打ち切られた。10月2日、ヘイスティ特築艦、ハボックはエジプト沿岸でイタリア潜水艦、ベディロを沈め、 生存者47名を救助した。11月、タラント空襲を行う空母、イラストリアスを護衛。12月18日から19日にかけての夜の、アルバニア、バロナ砲撃の際戦艦、バリアントとウォースパイトを護衛した。1941年4月、MC4 作戦に参加して、戦団護衛を行い、それから、クレタトースダ湾からアレクサンドリアまで戦艦。 バーラムを護衛した。2月末、ヘースティは、イタリア領、ドデカネス諸島の島で、トルコ沿岸にあるカステロリゾ島から、イギリスのコマンド部隊を脱出させた。そのコマンド部隊は、アブステンション作戦で小規模な島の防衛隊を撃破、したが、イタリア軍は、その後数日の間に部隊を上陸させ、イギリス軍を圧倒した。3月28、29日、 またパン・ミサキ戦に参加。4月15日、ヘイスティとケージ・ミオ艦、グロスターは、バルディアとフォーとカプツォの間のイタリア軍陣地を攻撃。4月中旬、高速輸送船、ブレコンシャーと、戦艦3隻をアレクサンドリアからマルタへ護衛する。4月23日に、アレクサンドリアで給油後、イギリスとオーストラリア軍を撤退させるためにシャへ向かった。5月8日、 アレクサンドリアからマルタへ向かう戦団を援護する地中海艦隊の主力艦を護衛。5月21日から22日にかけての夜、ヘイスティはクレタ島へ部隊を運ぶ、突戦団を迎撃した軽巡洋艦オラヨン大道を護衛していた。5月末、クレタ島からの撤退作戦に参加する。シリアレバノンの戦い中の7月4日、ヘイスティは レバノン内のフランス軍陣地を砲撃し、この年の残りの期間の大半はトブルクへの戦団護衛に費やされた。12月23日、戦団護衛中に、ヘイスティと姉妹艦、ホットスパーは、ソルム北方で、ドイツの潜水艦 U79 を撃沈。1942年1月には、ヘイスティは MF3 作戦と MF4 作戦で、 アレクサンドリからマルタへ向かう戦団を護衛したが2月中旬の MF5 作戦では支援部隊に移された。2月24日、第22駆逐軍に転属。3月22日、第2次シルテワン海戦に参加。マルタへ大規模な戦団を送るビガラス作戦中、兵士ティはドイツの S ボート S-55 の魚雷攻撃を受け、13名が死亡した。魚雷は、 ヘースティの艦視構造物の大半を吹き飛ばし、ボイラー室にも浸水した。ホットスパが乗員を収容し、それから6月15日朝に巨雷でヘースティを沈めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。